画面が暗くて撮れてるのか撮れてないのか暗いな、結構ショット上げてるんだけど、俺は昔から変わってねえな。うん。ここを通るとディズニーランド来たって感じにする。マウリを持ってきた。持ってきてないんだよ。ああマウリまた留守番か。もう入りきんなかった。うわすっげえ列。やっぱ混んでんのかな。いやでもこれあれだよ、ゲートが少なすぎるよ。ゲート。通り過ぎながら。ウォルトディズニーのコスプレをしてミッキーに会いに来た人がいた。ああ、いたね。じゃあ、ハリー行こうか。いくらだっけ？ 800 円だっけ？昔400円だったもん。いや、パリも行くかい。なんでそんなドナルド推しなんだ？なんか、お祭りをやってる。またここでテレビ撮影してた。やってたね。サイドカフェ。キーパーの形の木がある。Thank you.
返したら写真撮るかも。スピニングイバー。あ、なんか足がおぼつかないの。なんで？フラフラする。酔った。なん、あっちはなあれあれだ、グリーティングだ。うん。なんか浮遊感がすごい。まだふわふわしてる。いや、これちょっとあれだよ、床柔らかいんだよ。あ、なるほど。こけてもいいように先輩方は。うん、あ、これかスピニングイバー。あ、そう？こういうことだ。ああ、回るんだよ。回る。座るやつかと思った。
なってるのか。さらに上ある。監視塔みたいな。見える景色が変わるね。なんか特別感がある。いや、車の中にあのジャズビーの吹き吹きシート置いてきちゃったのが悔やまれる。ああ、結構湿気ってるもんね。まあ、多分流れで言ってんのか。うん。清潔感は大事ですからね。普通に入れるな。そうでオールフォークで練習したいエンジンだ。
人がかりだ、4人がかり。なんかちょっと曲がるね、マクトウェイン。あ、ほんとだ。こんなでっかいの曲がるんだ。ねえ。いや、でも結構、あの、エンジンがあれね、プロペラで小回りができるんじゃない。結構あれ、後ろの輪っかで動いて、ガリンで動いてんじゃないの。そう、そんな感じだと。おい。結構人来たな。あれだと、あれは仕込みじゃないよ。あ、なんか船に草が生えてる、うん、あれマークトゥイン号ってそこに着くんだっけ。そうそうそう、一瞬回ってそこに着く、うん。何もなかった。Thank you.
あんなところ滝があるんだ。右右。ちょっと見ていい？意外と。そんなに涼しくない。今は大丈夫だよ。みなさん、こんにちは。ウエスタンリバー鉄道にようこそ。ご案内します。安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車の役目です。列車は全部で4台あって、それぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのはミズーリ号です。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。こっちも手を振ってみましょうかね。三宅へおあしん。彼らの家はティーピーといって、バッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行って、左の方に滝が流れている山が見えますか？
あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。イカダの船着き場があるのが分かりますか？あのイカダに乗れば、さっきお話ししたトム・ソーヤ島に行くことができるんです。雄大なアメリカ側をマウタのイカダでゆったりと渡る。なんだか冒険心がくすぐられますよね。さあ、この先は岩やその間を注意してよーく見ていてください。動物の骨、いや恐竜の骨があるかもしれません。そうです、開拓が進み鉄道の建設が始まってから、この付近では次々に恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。それではこれからさらに時間を遡って皆さんをある特別なところにご案内することにします。
はい、すごいね。ドアが閉まりますからご注意ください。冒険が好きでこの海賊の海へ来たんだから、そんならここはうってつけだ。だがゴミエスじゃねえぞ、しっかり捕まってろ。よう捕まってろ。マウンテン並みにすごいかと思ったらそうでもなかった。あ、Persuasion, mateys. Fire at will!
Irish cock Jack Sparrow are after, and a fortunate call. Go!
nice girl, hey? It's a good word. Come on now. Steady now, stand steady. Oh, sorry, okay. It's us what needs a ruddy up, not them blasted lovers. Take this paltry sum as a stipend to cover my expenses. And a chest of jewels. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. It is true, I am a pirate. Bloody good one. ずっとカレミッキーの上から探してるんだけど、ナミナ、足元には気をつけてくれ。Watch you still.ピリだよ、よかったね。
ター館ネバーランドアドベンチャー、ティンパーベルのディジーガーデン、フローズンジャーニー、we'll be right back.
近づいて、さっきの写真下を取ればいい。早いな列が。する注意事項をお知らせします。
交通中心。为了您的安全，旅途中请不要站起来，也不要把手脚伸出去。行きます。Thank you.
ね。
ートマンション乗る方が後ろから列を作っております。前にどんどん進みます。前の方に行ってください。ゴイルの目が光ってる。あれ見つかんない。リポートした方が早いな。こっちより扉一つない部屋で身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる。ろうそくの炎が風のない海に触れる。ほら、そこにもここにも亡霊たちが。諸君の恐れをのぞく姿を見て、彼らは喜びの笑みを浮かべているのだ。私の一族を見るがいい。この魅力的な姿を。この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。私ならこうやって出るがな。失礼、脅かすつもりじゃなかったんだが。ここについてくれない。この乗り物は諸君の幸福の幸いで、前の方に続いてお乗りください。この乗り物は諸君の抜き出したよ。決して立ち上がらぬよ。そうすれば亡霊たちは喜んで諸君を迎える。もうこれねえ、もう何も。
透明になる景色がついた。後でお会いしよう。画面が。Thank you.
車で続くのです。Be sure to bring your death certificate if you decide to join us. たずら好きの亡霊がまた邪魔をしたようだな。諸君はそのまま座っていてほしい。すぐに動き始めるから。 Join us. Make final.コンベアがボヨンってなった。ああ、何感じかに。暗いから雰囲気出るわ。おお、いいじゃないか。なんか今日一日この新しい服装で歩いたけど全然痛くなんないな。良かったじゃん。良かった。座ってないから行くよ。中敷きが良かったのかな。おー、よし。で、バス、ちょっとトイレ行くのかな。会場だけ入って込んじゃう、うん、そしたら最後のお客さんでサインくれるかもしれない。間違いなくあいつの仕業だ。平和を生み出す我々の宿敵、悪の帝王ザン。敵の我々のバッテリーを狙っている。ご案内は終了しましたってなって。もう風船売ってないよってこと？